南岩田選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、またご来場すべての皆様、本日は愛知日本平にご来場いただき誠にありがとうございます。50回目のダービー、今日も熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本平、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リーグ第30節シズナービークライマックスシリーズ第1戦、長介さん静岡新聞 SBS マッチ、清水エスパルス VS ジュビロ磐田、キックオフは午後2時3分となっております。試合開始までしばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー、審判、マッチコミッショナー、審判アセッサーの紹介です。まずはジュビロ磐田、本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパー八田直樹、背番号3ディフェンダー大井健太郎、背番号24ディフェンダー小川大輝、背番号33ディフェンダー藤田義明、背番号13ミッドフィルダー宮崎智彦、背番号14ミッドフィルダー松本雅也、背番号15ミッドフィルダー和田優斗、背番号23ミッドフィルダー山本康介、背番号26ミッドフィルダー藤川小太郎、背番号30ミッドフィルダー上原力也、背番号39フォワードルキアン。続いてリザーブ選手です。背番号21ゴールキーパーカミンスキー、背番号29ディフェンダー秋山陽介、背番号37ディフェンダーファビオ、背番号8ミッドフィルダー武蔵、背番号27ミッドフィルダー荒木大吾、背番号22フォワード大久保嘉人、背番号32フォワード中山雅人、そして監督はフェルナンド・フベロです。以上ジュビロ磐田本日のメンバーを発表いたしました。続きまして清水エスパルス本日のメンバーを紹介します。